今日は冷やし担々麺をご紹介します。定番の担々麺を冷たく冷やしていただきたいと思います。まずはスープの方を作っていきたいと思います。鍋の方に水を入れてください。鶏ガラスープの方を作っていきたいと思います。はい、さあそろそろスープ沸いてきますので調味料の方を入れていきたいと思います。まずお醤油入れてください。お砂糖ですね、砂糖の方を入れてください。でこちらですね、ごまのねペーストになってますのでこちらの方を入れてですね、担々麺のスープにしていきたいと思います。でこちらでダマができやすいのでですね、ちょっとこう泡立て器等でですね、しっかり混ぜておいてください。一番最初に作ってですね、このスープをしっかりと冷やしておいていただくといいと思います。すべてから沸かしますと酸味飛びますのでね、味が変わりますので火を止めてから酢の方を入れてください。ではこれをですね、このまま冷ましておきたいと思います。はい、続いて肉味噌の方を作っていきたいと思います。まず長ネギの方をみじん切りにしたいと思います。こちらの方ですね、少しこう切り込みを入れてください。この規則正しく入れずにね、適当に入れていただくといいですね。ここからですね、小口に切っていきたいと思います。これでみじん切りできますのでね。ニンニクの方はこのようにみじん切りにしておいてください。それでは炒めていきたいと思います。フライパンにですね、油を入れていただいて火をつけていただいて、ひき肉の方を炒めていきたいと思います。そうですね、中火ぐらいで始めていただいてですね、強火すぎると焦げますのでね、焦げるとあの食感悪くなりますのでですね、ちょっと火が入ってきましたらちょっと弱火にしていただくといいと思います。じゃあ弱火にしですね、ちょっと炒めてる間に合わせ調味料の方を作っていきたいと思います。味噌の方を入れていただきまして、お醤油とお酒と砂糖を入れてください。ね、後ほどダマができないのでここでちょっとねしっかり混ぜておいてください。こっちで火が入ってきましたのでね、でですね、ニンニク入れてください。で長ネギも、はい、でさらに炒めていきたいと思います。ひき肉にも火が入りましたので、ね、全体が白っぽくなりましたので合わせ調味料を入れていきたいと思います。さらに炒めていきたいと思います。この肉味噌ですね、作っておいて冷凍できますのでたくさん作ってですね、使うたびに解凍していただくといいと思います。少し煮込むように炒めていただくといいと思います。あのアルコールが飛んでですね、少し煮詰まった程度で構いませんので、少し汁気が残っている状態で大丈夫です。はい、肉味噌の完成です。肉味噌は冷やしすぎると豚の脂が固まりますので常温に冷ましておいてください。それでは麺を茹でていきたいと思います。はい、沸騰したところに麺をほぐして入れてください。しっかりこう たっぷりの湯で対流するように茹でていただくといいと思います。だいたい袋にこう表示時間書いてあると思いますので、今日は氷で締めますので少し思っているより柔らかめに茹でてください。氷で冷やしますと麺のコシが戻ってきますので、固めに茹でますとさらに固くなってですね、美味しくありませんので、表示時間を見ていただいてね、少し30秒ほど長めに茹でていただくようなイメージでお願いいたします。昔はですね、ビッグイメージでこう麺をキュッと締めてですね、早く茹で上がるって言ったんですけど、最近は意味がないとも言われてますので、最近はされない方が多いですね。こまめに火加減を調整していただくのが一番だと思いますね。表示時間も大事ですけども、指で見ていただくのも大事ですので、ね、弾力で判断していただいたり食べていただくのも一つの手だと思います。でちょうどいいなと思ったら少し長めに茹でていただくといいと思います。ちょうどいい硬さからですね、少し長めに茹でましたので、今から氷の方で締めていきたいと思います。ここで一気に冷たく冷やしてください。ここで水気もしっかり切っておかないとですね、汁が薄まりますのでしっかりと切ってください。それでは盛り付けしていきたいと思います。麺の方を入れていきたいと思います。ここで麺の方ですね、整えていただいて、でこちらで茹でたもやしがありますので、茹でたもやしの方をトッピングしてください。でこちらに肉味噌の方を乗せていきたいと思います。
仕上げにですね、お好みでラー油をですね、こう回しかけていただきまして、これで冷やし担々麺の完成です。冷たい麺を食べて夏を乗り切りましょう。